皆さんこんばんは。こんにちは、たいちゃん。さやかです。はい、ということで本日は3月の9日土曜日になります。毎週月曜日ルーティーンの混雑状況に参りましょう。はい、ということで、本日は3月の9日サンキューの日でございまして、はい、なんかねグリーティングでサンキューの気持ちを表してくれるとかくれないとかなんかツイッターで書いておりましたが、楽しみですね。はい、はい、では早速お天気から、現在ね13時54分大阪市此花区の気温は8度でございます。最低3度最高8度の日になっておりますので、今日めちゃめちゃ寒いですね、うんうん。はい、ただねクロミちゃんが始まる金曜日ぐらいから暖かくなっていくみたいなので楽しみですね。土曜日とかも18度いったりするみたいな、すげえ、はい、楽しみでございますと。でスーパーニンテンドーワールドはね現在、2時前の時点で、抽選券に変わっているんですけれども、今日はね11時頃に抽選券に移行したみたいです。で3月の除外日はこちら、先週もね、言ったんですけれども、3月は中盤頃から除外日がかなり増えてきて、除外日の割には混雑していくんじゃないかなと思いますので、お気をつけください。はい、でアトラクションの休止情報はこちらでございます。はい、で新情報と変更点はこちら。はい、まあ先週と違ってねそこまで大きな変更点はないんですけれども、こちらの変更点を踏まえながら今週も一周回っていきたいと思います。はい、はい、結構またね新しい、イベントとかショーとか、スタートしていく、時期になっておりますので楽しみです。今日もね、初めて俺らポップと、うわー楽しみ、ね、今からワクワクしております。じゃあまずねもうちょっとパレード始まりそうなんですが、その前にちょっと服装のチェックだけ、していきたいと思います。それじゃあ行きましょう。あ、いつもと一緒です。まあ、今日ね、最高8度で結構寒い日なんですが、風がねそんなに吹いてないんで、いい感じなんですが、ちょっとね雨がね、降ったり止んだりっていう感じなのですごく嫌です、ね、パレードが中止になるかならないかっていうのは、すごく、不安でございますが、はい、まあ、パレード乗り越えたら、うん、まあ、俺的にはオーライなんで、はい、3時まで雨降らないことを祈りながら過ごしたいと思います。中に、スーパーニンテンドーワールドのモコ着てるんで、モコね、うん、だから全然寒くないです。へー、はい、ただこれ、まあ、夜になったら結構寒いんじゃないかなとは思うんですけれども、また、さっきも言ったように金曜日から暑くなってくるみたいな服装にはね、うん、18度超えたらもうこんなん着てたら暑いです。暑いよね、はい、絶対。なのでお気をつけください。はい、はい、ということで、はい、今日は8度ですね、はい、なので茎モンスター取れてきましたちょっと、ね、あの理由がよくわからないですが中はね、はいはい、いつも着てるジャージの下は、うん、まあ、こういうちょっとつながったね青いワンピースの下には極暖を着てるので、ここら辺はね全然あったかいです、うん、だけど手がねちょっと寒いので、はい、まあ、今回も用意してきました。お、手袋を用意してきました、うん。はい、これはまあね、持ってきてもつけんときの方が多いんやけど、うん、気分が乗ったらつけようかなと思います。気分が乗ったらつけるもんな、手袋ってもうパレードを早速今から見に行きたいと思います。はい、せーの、ゆうこんち。今日は先週よりね、だいぶ多いですね。
エンデバー当ててや。エンデバー、エンデバーかオールマイト。いや、マジでこれ、マジでこれ絶対これ。はいはい、ということでなんと喋るエンデバーがもう売り切れてました。ね、すごい、500円になる前に売り切れましたね。はい、ということで、ゆうえのね、ジャージも売り切れてたっていうような感じですね。はい、では、今日の運命のコレクタブル、今日、俺はね、コレクタブル買うの初めてやね。だから、あと2つ買える。エンデバーか、うん、オールマイト当ててほしいな。そうやね、当ててほしいなって言ったらいいよ。俺のやで。え、なんで。ダビー当たってあげるわ。いや、先週見た混雑状況。見てる。わー、めっちゃいいやん。寝つけきちゃー、すごい。え、嬉しい。え、あげんよ。もらえるみたいな顔してるけど。ごちゃごちゃとお揃いやね。ごちゃごちゃ、あ、かわいい。クリスマス会のやつですね。うん、寝つけってなんかあれらしいね、ストラップっていう意味らしいね。あ、そうなんや。グエンが来た、グエンが。壮大な音楽とともに。音でかない。ちょっとで、コレクタブルはね、売り切れなかったです。はい、コナン君もヒロアカもありました。嬉しい。家でもずっとこんなん。今日は返してくれるの。今日は。はい、ということでヒロアカのカートはね、相変わらず超大行列でございます。今週のね、今これ土曜日に撮ってるんですけど、また明日たっくんと3人で来てて、ちょっとカートの1万円フード撮ろうかなと思うんやけど、それと同時にね、これぐらいの列やったらこれぐらい並びましたよみたいな実測値みたいなね、1万円&実際これぐらいやったらこれぐらい待つよみたいなまとめの動画撮ろうかなと思っておりますので、ぜひ見てください。今週には上がらんかな。うん、今週か来週。頑張って。はい。頑張ったら上がります。見てね。はい。はい、クールジャパンのコナンザエスケープとモンハンの VR ですね。どっちもね、当日券の販売は、今日はもう終わっちゃったみたいです。ただね、前売りのね、チケット結構余裕がありますので、ぜひ体験してみてほしいなと思います。はい、15時15分ビバリーヒルズブランジェリーはね、まあ1時間は最低でも待つかなぐらいの列ができております。お昼時じゃなくて、まあおやつ時なんでね、結構今ねスイーツの種類が超豊富でございまして、特にイースターのねケーキがもうバチバチに美味しかったんで、うん、はい、日曜日にね動画出ておりますのでぜひ見てください。超おすすめでございます。カウンターはね3人しか並ばれてないですね。だからもうほんまみんなスイーツヒロアカのために並んでるんじゃないかなと思います。
はい、ということで16日にね、ついに、イースターマーチが始まりますということで、はい、先々週言ったんやけど、ここのね装飾が変わるらしくて、はい、もうそろそろ変わり始めるんじゃないかなと思うんですが、めちゃくちゃ楽しみですね。楽しみ、やばい。イースターマーチ結構俺ね何気に 毎年楽しみにしてるんで。えたくんは一番好きって言ってた気するけどね。まあいろんな意味でね。俺とさやかとたくんとはちょっと可愛いの見方がちょっと違うもんな。そら可愛いやけど、たくんかわいい。かわいい。やだね、なんかちょっと。そんな感じや。15時24分ですね、うん、スタジオスターズレストランは外は並んでないんやけど、うん、中はあの2つレジがあって両方パンパンですね。あ、パンパン、うん、結構中で並ぶもんね。そう、ここね、だから30分前後かかるかなっていう感じですね、うん、はい。であと鬼滅の刃の浪速駅売店は、うん、結構ぐねっと並んでるので、うん、めちゃくちゃ並んでた、ね、これも 2,30 分かかるんじゃないかなと思います、ね、軽くね、それぐらいは、はい。エルモとかのカップケーキもめっちゃ並んでたし、うん、ね、もう昼過ぎてるのに、ね、向こう側楽しみですね。今日は混んでますね。はい、ということで15時29分になります。フィネガンズバンドグリルは60分待ちでございますね。まあ言うて、今日はね、まあ先週よりは全然混んでるんやけど、うん、大混雑まではいかんかなっていうような感じなんやけど、まあ要所要所ね、広岡はしっかりと混んでたりとか、重要なイメージでございますね。で、ついに15日からですね、クロミちゃんのグッズ&ライブ、ショーがね、スタートします。はい、はい、またスタートしたらね、お伝えしようかなと思っておりますので、楽しみですね。ね、いい、ちょっとチラ見な、ここら辺ね。ちょっとここら辺ちょっと見えて持ってる。今日はですね、ルイズに行きたいと思います。あらあらあら、リバイバルフードがございますので、はいはい、こちらをちらっと紹介します、はい。はい、ということでリバイバルでね、ボロネーゼが帰ってきてくれました。あ、おめでとう、ね、めちゃめちゃ美味しいんやけど、こんな感じです。見て、すごい、もうミートボール型ソーセージみたいなやつがたくさん乗っているタイプのやつでございます。まあ先週も言ったんやけど、鬼の値上げですね、うん、先週ルイスのことについては言わへんかったんやけど、ペパロニがね、やっぱりコスパフードでね、まあ 1,2 年ぐらい前まで1200円やったのが今1750円。めっちゃ上がってる。よだれてるわ。はい、いただきます。うわでかっ、うん、思い出す、うん、あの頃の味全然覚えてない。じゃあもう、うん、あれ初めてやね。もうシーフードです。めちゃくちゃ美味しいです、うん、もうね、この
お肉、この肉団子の部分がね、うん、すごくナツメグが効いてて、あのキノピオカフェのハンバーグに似てるかなって感じ、はいはいはい、本格的なハンバーグって感じですね。で味もね、このマッシュルームの味が結構強くて、うん、なのでちょっとキノコが苦手かなっていう人はね、キノピオカフェ同様ちょっと難しいかもしれへんなっていうぐらい、マッシュルームの香り強いです。思い出したわ、ボロネーゼ、あのね長いナスがピョーって乗ってたやつや。だからね、味もめっちゃ変わってますね。あれ確かね、ちょっとクリームチーズみたいなのが入ってて、チーズ感かなり強かったんやけど、だから味がだいぶ変わってますね。だからどっちかっていうとソーセージメインのお味に変わったっていう感じですね。で外側にちょっと小さめに切られた、揚げナスが乗っているんで、まあナスビ嫌いな人もちょっと注意かなっていうような感じです。ただめっちゃ美味しいですね。全然違うわ、まあ、わからんとかしたけどはい、ジェイクはこれチーズ、ね、クワトロチーズですね。はちみつたっぷりかけてもらいました、はい、今日はでもノーボーノやったね。最近ノーボーノやな。あれもう4個なったんかな。そういう声が多いからちょっと恥ずかしいから。そうそう、なんかちょっと難しいみたいな、言うのむずいみたいな。いただきます。うまいよなこれも。うん、めっちゃチーズよね。おいしい。おすすめですか。おすすめ、来てみてください。今日並んでなかったね。ね、うん、現在16時7分、ユニバーサルマーケットはね、どのカートも並んでないです。コスタは並んでるね。コスタだけ、あ、ほんまコスタだけめっちゃ並んでる。うん、コスタだけね、20分ぐらい並んでるっていうような感じですね。まあ言うて16時なんで、こんなもんかなと思います。綺麗ですね。この季節がやってまいりました。ハッピリリースが始まりました、はい、ハッピネスカフェが、中は満員です。満員、満員御礼、はい、なので15分くらいかな、うん、待つ感じになると思います。はい、はい、じゃあドラゴンズパール見に行きましょう。ザ・ドラゴンズパール並びなしです。はい、はい、じゃあ、サンフランシスコエリアね、順番に言っていきますと、ベイサイドスナックはね開いてませんでした。ポークリブじゃなくて作餅カレースティックの表示になってるんですけれども、営業はされてないって感じです。でその横のねポップコーンカート、キャラメルポップコーンとミニオンのポップコーンバケツやねんけどね、めちゃくちゃ並んでましたね。30分ぐらい待つんじゃないかなっていうような列でございます。で新しくできたね、サンフランシスコスナック、はい、メープルチュリトスが売られてるんですけれども、こちらもすごく長蛇の列が作られているっていう感じです。はい、まあ、30分ぐらいじゃないかなと思います。でロンバーズテラスのコナン君ね、これめちゃくちゃおすすめなんやけど、今街0人です。あら、はい、なので、まあ、小腹空いた人はね、これほんまにめちゃくちゃいいフードなので、喉乾いた人も小腹空いた人もぜひ食べてみてください。
16時28分ディスカブリーレストランは並んでません、はい、並んでない、うん、オッケー、もうすぐ食べれると思います、ね、短いのにね。はい、ということでロストワールドレストランセリエなんですね。現在16時半になるんですけれども、中のねレジの前には列がないんですが、今ちょっと席の空き待ちみたいな状態になっております。はい、でちょっと後ろね今やってるんやけど、見繰りが再開しましたっていう感じです。ちょっとジュラシックパーク盛り上がってきて、だいぶね人も増えてきていい感じになってるんじゃないかなと思います。セリエラねちょっと動画出してるんやけど、もうガチガチにやっぱりねいいレストランでございましたね。特にAR がやばかった、うん、可愛かった、あれはね最高です、うん、特にモンハンファンは、体験しておくべきかなと思います。はい、はい、行きましょう。恐竜さん横断中、恐竜さん横断中。はい、レイカ様のね、プレイワイルドの全国巡業の様子がツイッターで流れてたんですけど、ずっとね、福岡が最後ということで、うん、なんかそのね最後の、映像めっちゃ面白かったんやけど、最後にねもうそろそろ来そうな雰囲気がありました発表がね。もしかしたらもう今日明日には出るんじゃないかなぐらいの雰囲気があったんで、めっちゃ楽しみ、めっちゃ楽しい。言うて春言うてるんで、うん、あそっか、 5月を春って言っていいんか分からんけど、まあまあ春なんやろね。やばいやばい、ということでまあ楽しみにしておきましょう。多分キンキンだと思います、さすがに。アミティスナック2、30分ぐらい待ちそうです。アミティゲーム結構空いてます。アミティランニングレストランもね10分ぐらいで買えそうです。なんか今日はアミティボードオークスナック行く、あ、行かんさやかのさじ加減にもうあぶれてしまったようですはい、ということで、一人で模様をお伝えします。アミティボードウォークスナック全然待ち列ないです。ちょっと、なんて何勝手に撮ってあの桜エビに言ってもらっていいですか。その文句は桜エビに言って、あ はい、ということでついに15日にですね魔法生物が帰ってきてくれるということで楽しみですね。ね、それだけです。マイクロビ強っ、ガチでこけそうな、マイクロビ面白いThank you.
はい、はい、マクロットカフェ17時22分ですね、はい、あ20分くらいかな、2、30分待ちぐらいで、はい、なると思います、はい、イースター始まりました。またね、イースターの模様は別の動画で全てまとめさせまとめさせていただくので、はい、どうぞそちらをご覧ください。はい、はい、ということで、ついにメルズステージにパワーオブポップワールドツアーが帰ってきてくれたということで、その模様を皆様にシェアさせていただきます。どうぞ。こんにちは。ハロー。ボンジュー。ハウス。ゲライマイト。オラ。皆さん、パワーオブポップワールドツアーへようこそ。世界を見よう。So, get ready to sing Power Pop World Tour.The first stop on this world tour. What else could it be? 日本出身の人はいますか？はい。Yeah. Wow. 最高。Japan. 日本。日本。無敵の笑顔で出すメディア。新成長の秘密見つけた。喜ぶさえ彼女のメディア。どうせ見て嘘つきな君は。ヨーロッパ方面に出発しようかな。すごい。So listen. France. フランス。フランス。いやいや、ガチやべえガチやべえ、マジでかっこよかった。クソやべえいやなんかやっぱもうさ、毎回毎回言ってるけど、うん、毎回進化するよね。前も最高やったのに、なんかまた違うベクトルで最高になるっていう ね。いやまあエンターテイナーのね、件についてはまああんまり、このチャンネルでは喋らないようにしてるんですけれどもまあラティーナ勢はもうね、言って思ってるよ。ちょっとあれ脳汁出たもんね。いやーよかった。やっぱりちょっと前情報なしで見るようにはこういうのはしてるんやけど、うん、やっぱ脳汁出たね、うん、ちょっと全曲ねちょっと今日は流さないでおこうと思うんで、うんうん、全現地でっていう感じで、なんかね日本の人目線になってて、うん、なんか面白かったな。そうね、うん、めっちゃかった。懐かしい曲もねありつつ、うん、なんかちょっと最近のを抑えてみたいな。はい、ということで、はい、まあ、とりあえずもこれは現地で見てもらって、うん、あの迫力をね味わってほしいと思った。ちょっとぜひ現地で感じてみてください、はい、よだれてるもん最近ゆるいな。You
感じ。はい、ということで一周してきましたが、いかがでしたでしょうか。かポップの余韻冷めやらずっていうような感じでございますが、やっぱあのポップの曲神やな。うん、もうずっとあれ使ってほしいね、一番最初のね。はい、っていう感じで、3月9日はねハリドリ17周年やったらしくて、うん、そうなんや。なんか肝心のことはやってないけどまあ一応言っとこうかなって感じです。あと、一番最初にね言い忘れてないけど、あのオンラインストアがリニューアルしました、うん、で結構ねなんかすっきりして見やすく、なってたんでいい感じになってますねってな感じで、まあ混雑度で言うとね、もちろん空いてはないんですけど大混雑ほどではないですね、うん、しっかりとは混んでるけど大混雑ではまだないかなっていうような感じです。はい、ほんで春休み入ったこの15日から、3月の末までが結構混み出すんじゃないかなって思いますが、うんうん、まあ言うても除外日でございますので、どうなるか分かりませんということで、またその模様もね引き続き皆様に、シェアさせていただこうかなと思いますので、チャンネル登録まだの方はしておいてください。はい、で、イースターもねどんどん始まっておりまして、フードも出させていただきますし、イースターの、まとめ動画みたいな感じで今年は出させて、もらおうかなって思いますので、イースター好きの方は楽しみにしておいてください。俺もめっちゃ楽しい。あと、ちょっと多いんやけどね、サブチャンネル、ゆうこのメイドの土産の方もね、いくつか動画出させていただいておりますので、ぜひ見てください。はい、で本日の動画が参考になったと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。まだまだ寒い日続きますが、皆様ご自愛ください。